一回変えたら変えれないって書いてあったら怖くてやめたちょっと待ってねおう帰りなさなきゃ黒崎誕生日おらいいやごめんちょっとさっきコメントあの見れてなかった人ごめんねシェアは一回でテロップし,したかな OKOKOK、OK OK OK OK、申し訳ねえうんごめんなんか変えれなかったから変えれるんだけどなは 一回変えたら変えないって書いてあったからやめた中指の爪割れたんだけど超最悪はいということで改めましてよろしくお願いしますケンズのアルタント黒崎春ですねえ爪割れたんだけど最近爪が割れることがすごい多い感想かななんでごめんね切っちゃってありがとうはいやっていきまーす本日は誕生日の当日のライブ来てくれた方ありがとうございましたきらみこ帰りだったありがとうなかんちゃんもキラキラだったありがとう 痛いでなんかさあの一人でさショールームやってたらいいんだけどさみみんなでやってたらさあれだからやめといたかあ待ってくしゃみでそう待って出ないちょっと待ってよい <laughs> しょえかけさこれつけたのつけたんだけどしさ首太いのかなこれさ待って めっちゃやばいよこんな赤ちゃんみたいじゃない赤ちゃんなんだけどありがとうで、ね、こんな赤ちゃんあタオル使ったよタオル前のね一個前のライブの時にね違ったこれか可いいからつけとこうあお父さん30秒動画ありがとう、ね、であのね送マネージャーさんに送っといたから撮ってそんなち来ると思うまだ来てないかなみちょさんありがとう おだって付き合ってます。おおさっきのはなんて読むのあれ、ちなみに。きりめこたい、対番じゃないときにね。あありがとうお父さん、二度目配信ありがとう。<laughs> 実質二度目配信。お父さん、花粉症強そうよね。ハイビー。なんかでも今日、あの、差し入れで、あの花粉症の子がやる、こう、シュワシュワって、シューってやるやつをいただいたので、つけたいと思います。あ、みんなし、ほんありがとう。あの、さっきも、あの、ギフト投げてくれた方、ありがとうございます。花のやつ、ありがとうね。 いやー、なんか今日さ、あの <laughs>、知らなかったんだけど、なんかメンバーみんなサプライズしてくれて、ステージ上がった時に、びっくりした、なんか最初ね、今日は、アメブロー乗せてくれてるし、今日のセトリが、全部自分で考えたんだけど、なんだっけ、あ、やっぱ最初は、ブランニュー、豪平ーー、MC 挟んで、えっと、明日へ、グリッター、トナプラだったの。で、なんか、 ブランニューの落ちたびの時にさ、なんかみんな、みんな、みんなこうやってやってて、こう、こうやってやってて、超ビビったの。びっくりしたんだけど。ね、お父さん動画ありがとうね、だって。うん。ありがとうね。21歳、私21歳なんだって、21歳になりました。つけとまさん、コングラチュレーション。おめでとう、おめでとうってう意味、ありがとう。 やっとためになってんじゃない好きやってます。くまちゃんこんばんは、くまさんだ。ち久しぶり、久しぶり。久しぶり久しぶり <laughs> さっきありがとうねあの、プレゼント開けた、お家ちってさ、すぐ開けたんだけど、超びっくり。なんかと、なんか、トートバッグがあったの。トートバッグの中にめっちゃ入ってて、くろみちゃんがありがとう、飾ってあの、見えないけどね、そこの、このね、この、このね、このか、ね、このかにね飾っ、飾ってあるんだ。ありがとうね。 クマちゃん、ありがとう。改めてお誕生日めーとだってありがとうカネクさん、はじめましてじゃないでしょ。あ、黒崎春しが型に変わってる。ずっとそのままにした方ずっとそのままにしてて。おつさん23メー,、ね、とーとメートルだってありがとうシティク、ヤッホーありがとう来てくれてチラ。赤ちゃん、お誕生日めートだってありがとうおめでとうございます。ありがとうございます。シティク、ありがとう。ゆく、僕もおつたびで同じことしてました。そうなんよ。あのー、そうですね。前に来ればいいんじゃないですかもうちょっと。タジオさんは。 部屋がクロミちゃんだらけになる日も近い。そうどんどんクロミちゃんグッズが増えてる。あ、100入そう。焼肉食べました。お家帰ってきて。あの、パパとママと久しぶりに3人でご飯に行きました。あ、クロミちゃんどういたしましてって。ありがとう。握手しゃみでてう私の部屋がなんか、花粉、私別になんか杉とか生存してないんですよ。自分の家。花粉がすごい。 どうおはるあためてあびぼすだったありがとうどうもありがとうね。ゆうくん笑っとるけども。なかなちゃん今日のゆうくんとのぶっぱのえで見たかった。まあ、いつもと変わいいつもと変わんなくはないけどお手紙をいただきましたゆうくんから。どういたしましてってかい,いたんだがあ書いた本当 空気清浄機買うしかないかなんてでねなんかいつもずーっと言ってよね空気清浄機空気清加湿器って言ってたんだよね前はねもう私の部屋何かを話さないとねやばい人形が多いあのね犬の人形がマジででかすぎるおっきすぎて踊りに真剣なお宅なのあっキュリンズの研究生だもんね <laughs> 黒崎さしたんだからクロミちゃんやきねそう黒つながりでクロミちゃんかわいいよね ありがとうのたもも欲しいはいということで本日も10分間やってきますよろしくお願いしますなんかあの誕生日の日あのその28日のあの0時0分あの起きてられるか不安だったんだけどめっちゃ普通に起きてたみんなありがとねツイートとかあのリプトックしてくれてリツイートとか黒崎春爆誕しましたよろしくお願いしますってな感じで告知をしていこうかなそろそろああ あ、いや、これ、違うなえー、っときゅあ間混ぜた緊急事態宣言ちゃうねんていやマジで今日のステージはめちゃめちゃびっくりしたことが多いくてくさって感じなんだけど充電しようっと踊りに真剣なオタクなのであそういうことえなんかねメンバーとも話したんだなんか あの日に日にマジで上達してるみたいなえっと次のライブがですねあライブの告知しまーすちょっとリプ待ってね読むねあとでえっと2月の6日あれ反応しないじゃんこれ何なんでえあ、あ OK2 月の6日 ?6?6 って6日だっけ6日にちょっと押せないんですけどこれ押せないんですけど押せない押せない <laughs> なんで えどういうことあえコピーじゃないんだよな押せ押せない,せない何も押せなくなっちゃったで、今ねあごめんちょっと先にあのなんか押せないから差し押さえちょっと待ってね今ね3月は出てるのが6日と10違う6日と21にえっと一応告知が出てますであとはライブ仮になっててえっと14があのー、撮影会 で、二十八が主催ライブとなっております。よろしくお願いします。後で詳細見れそうだったら、もう一回いいかな。直接おめでとう言いたかったから、ライブ帰りにリプした。ありがとう。ありがとうでした。お父さん、二十一年前の今日、生まれたんだもんね。エルピです。爆誕しました。二十一年前の、今日は、あの、日曜日ですごい、あの、産む。何、なんか、出産。 料金がめちゃめちゃかかったったていいうことすすごい言われます <laughs> くちゃんママさんに呼んでくれてありがとうって言った言ってない恥ずかしくて言えないよゆうくんトナプラは今日立花にもう合格ってもらったので卒業します早っ卒業めちゃめちゃ早いやんいや次は何にすんのちなみにはしゃりがとうケーキ中野ちゃん食べてないなんか焼肉がケーキ代わりだったのかなって思ってる ケーキ食べてななないの実はそうんんですよなんか誕生日って言ったらケーキだけどねそうそうそう食べてないケーキさなんかホールだとさあのめっちゃ多いからさうち家族あの3人その一緒に住んでるのは4人だけどばあちゃんケーキあんまり食べないからパパとママと私で3人で食べるんだけどなんかホールだといつもちっちゃいやつあるじゃんなんかこうこんぐらいの。 これをいつも何個かって買って食べてるんだけどクリスマスクリスマス食べたっけもう忘れちゃったないや食べた気するなわかんないなあ食べたな食べたって言ってた気がするでも誕生日は食べてないのよくリクエストくださいめっちゃ難しいのにしようかな <laughs> めっちゃ難しいやつにするライブでやってめっちゃ難しいやつでしょ坂道か坂道そ 何が難しいかな、えー、ねーじゃっせじゃっせはどうじゃっせはははじゃっせよしライブお疲れ様だってよありがとうさっき見につやしさっき喋れなかったから喋ろうショールームでお疲、ね、ありがとうね来てくれておつさんツイッターにあげにあげたケーキ美味しかったよあ乗せてくれたやつ美味しかったちよしお誕生日おめでとうってありがとう。 ありがとうみんなからお祝いしてもらってとっても嬉しいです黒崎さん今日こそちゃんと寝たいと思いますよいしょ友達になんか年分のテキーラを飲めてすごいなんか酒ヤクザみたいなこと言われたんだけど丁重にお断りしました喉焼けちゃうからさその人は死んじゃうよ人間よいしいてててて腰が痛い ゆうくん今日も可愛かったです好きでしたえ何でしたって明日も好きですでしょうありがとうかまちゃんも何お話ししたか覚えてないなんでなんでよマジで、まあ、その後にくまちゃんあかりちゃんとも喋ってるからね私花粉症の薬には飲まない飲んでるよめっちゃほんとねこれを夜飲む薬あもう全然ないけどちょっと待ってでもっこれ絶対違うでしょこれ と、いつもさ、友達にやってもらうから全然わかんない。これ何が正解なのこれでいいや。モンテルカスト。1 0ラムファイザーって書いてある。これは夜の薬。なんかね、朝飲む薬はね、ご飯食べてから食べるから、<laughs> 飲むからそ、そっ向こうのリビングにある。よく何話したか覚えてないの本当わかる。ね、なんでテンパってるのなんでなのあ、手紙読んだよ。ママに見して見してってめっちゃ言われた。 なんかママにあそう今日いただいたプレゼントめっちゃ自慢したのこれもらったんだーみたいなよいしょ!」って「えママの分は?」って言われて「いやママにはないっしょママ誕生日じゃないし」って言っといたウィズライブ笑われたのですがくまちゃん誰に誰に笑われたのあかりちゃんにどういうこと笑われたのしゃべってて周りの人にってことどこでやってたの それもあのファイザーか何ファイザーってくまちゃんお宅にえ知らない人に笑われたの一年待つ約束はしてません私の中で待って今何か話そうとしたのに忘れちゃった何話そうとしたんだっけ今忘れちゃった本気で忘れちゃったあ本当に忘れたあどうしよう何話そうとしたんだっけまあ、いいや ビズライブねありがとうございました来てくれた方あ <laughs> くまちゃんいやあなた推しのお宅に「こら怒っとく今叱っといてあげる私が中野ちゃんもゆうくんではって言ってる「こらダメでしょ人のこと笑っちゃう人のこと笑える立場なの! <laughs>」 ゆうくんでってなかみ、ね、読んだならまあそういうことですえ <laughs> 急なツンデレは何これ <laughs> どうしたのあやゆいるじゃんやゆやゆ見てるまだ顔出してくれただけかなりなはるちゃんお誕生日おめでとうありがとうりなやった女の子にお祝いされちゃったやったーありがとうああそう今日またアイドルさんに頑張って怖くきて あの話しちゃいました写真撮っちゃって頑張っためっちゃ可愛かったキャしゃであかりさんやゆいるよだってあっやゆありがとねさっき水ライブでケーキ食べたケーキー今日はよく寝れそうですね今日、あのー、久しぶりっていうか、まあ、25分のライブだったんですけど ちょっと長いよねつもり最近短かったかちょっと長めでライブやらせてもらって今日はいっぱい汗かいたかよくなれそうお父さんハルピアンいい子いい子やったーなんかいい子いい子されたわーい <laughs> かメちゃん赤リンゴと赤リンゴつながってほしかったお気持ちねえそあの思ったらうちもかメちゃんのリピン見確かにと思ってプロフィール見て「赤リンゴ」って書いてあるから「おお赤リンゴじゃん」と思って。 あなんかでも撮ってもらった時実はもうあのー、楽屋出なきゃいけなくてめちゃめちゃ急いでためっちゃ急いであの撮ってもらっためっちゃいい人だったしあのね前もどこだっけあの毛布さん六本木の毛布さんが会った時にもう一回対バンしてるから確かそう楽屋で見かけためっちゃかわいなと思って見かけたから <laughs> また対バンできる機会絶対あると思うその時にね撮,りな撮らないのって聞いてみようあかりちゃんに。 なんかちゃんあめっちゃか愛かったよめっちゃ華奢ゆく25分踊りっぱなし普通にすごいわいやゆうかもそろそろできるようになるよえてかあのー、めっちゃ <laughs> いろんな人に可愛くなったって言われるんだけどあの痩せたやっぱダンスしてるから超痩せたと思うの個人的にダンスはすごいぜひ一緒にダンスをして痩せましょう皆さん もう本当に痩せちゃいけない人とかいるから痩せちゃいけない人はゆ,ゆりこんどろいやおいしかった春もいつか食べてほしい何味なのあれ何味だっけショートケーキなんか吸えないこれコ <laughs> まちゃんそれ今日押しに行ったあ何一緒に取らないのって ハルピアの配信終わったらライブのアーカイブ見んねありがとう見て <laughs> あのアーカイブ残るのけ <laughs> ちょ恥ずかしいんだけど <laughs> あのちょちょ泣い,いちゃってる時がちょっとあるかもないかもしれないからちょっとそ,そこはちょっとあの先に言っとくねご了承してねって中野ちゃんビリーズブートキャンプいやーやばいでしょあれはいややばいでしょって話だよねあれはガチやん怖いしなんかちょっと お話私がってこと私が痩せたってことめっちゃ折れる周りになんか今まで自分がどれだけ運動してなかったのかなって分かった <laughs> 今日はメンバーみんなと写真撮ったからあ後でアメブロ載せるねあそプレゼントさ袋だけ載せたからあで袋も袋じゃねえや <laughs> あの中ものも入れるね入れるねじゃない写真あの載せるアメブロに。 久しぶりなんかいつもなんだかんだ見るとさ通所とかあんま取らんからさ鼻かゆいんだけどすごい「トレスレッチケーキ」「トレスレ」「待ってね」「トレスレケーキ」聞いたことない「トレス」 レスレチェ,チェ、チェっェっち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 っなっチェあできたああえおいしそう無糖練乳加糖練乳クリームの3種類の牛乳につけたバターケーキスポンジケーキなんだえおいしそうめっちゃおいしそう 発祥地メキシコになってる産地もメキシコになってるすごいおいしそうかんじゃワクチしめのお仕ああねいやダンスやってマジでや痩せるマジで痩せるハルピアの涙真珠だからねそうだよハッチャの涙真珠だから高いよいやなんかまさか泣くと思ってなくて自分も ななんだろうねなんかすごい年を取り取ってからなんか涙もろくなった涙腺がめっちゃ弱くなった気がする土管みたいになっちゃったうりしなきなおさら見たいですけどもさもうあれアーカイブもともと買ってないと見れないのかな <laughs> 超恥ずかしいんだけどいやいやめっちゃふわふわ美味しいよお味しそう初めてしたなんかいろんなことが知れて嬉しいね 本日は45分までやっていきますよろしくお願いします <laughs> もうそろそろ見にいるかなってかすごい焼き肉臭い自分焼 <laughs> 肉食べちゃった <laughs> あー見れないしなんで見れないのぴえんぴえんぴえん一生そばにいるから一生そばにいてあ押せた ライブ告知できるようになったからしますアイドルキャンプイン渋谷2021年の3月6日,6日土曜日来週の土曜日かなにえっ、ー、と渋谷ダイブさんっていうのかなでライブがあります大抵がまだ出てないっぽいけどえっ、ー、とこれはんオープンオープン9時半スタートが10時からとなっておりますであとまだちょっと先なんだけど今出てるのが 2021年3月21日曜21日の日曜日はサンキュー三つサンキュー三ついライブプレミプレミアムはあええパックパ,パ,パ…パワードパ,パワードバイ東京 MX ガールズポップパラダイスああ さに出演します日本,日,本日本橋三井ホールさんにて出演が2時半から得点が2時50分からとなっております読めましたしっかりあややややどうやかまちゃんあ思い出した年寄り扱いされたしてない <laughs> 年寄り扱いなんかしてない自分私が年取っちゃったって言っただけじゃん そんなん言ってないよおっさんほんと花粉症つらそうなんとかならんかなこれね誰かにあげれることができる実はもらってくれる人いますか花粉症愚かな情弱脆弱これなんて読むの情弱どういうことなんて読むの ?21 日楽しみすぎて爆発しそうねなんかみんな楽しそうなあのアイドルさんいっぱい出てますよねちょっと見たけどさっきぜひ遊びに来てください3月もうちょっとライブあるんだけどまだ告知されてないのでね くんまちゃん英語ばっかじゃ英語読めないんだよほんとに読めなくて困るすごいってか私ほんとにあの今さっきねその動画を撮ってて気づいたんだけど喋るとき目全然開いてないんだねびっくりしたすごい目半目でさ見直してて超ビビった自分でちゃんとだから目を開けていこうと思う声かんかママによく目いっぱいあの開いてると目大きくなるよって言ったの忘れてた目めっちゃ開くわこれからっびっくりした 小崎さんはこの後エエペックスしたいと思いますイキャン大抵はギリギリに出ることが多いですあ,ありがとう教えてくれてそうなんだ、まあ、今日もねギリギリどころの騒ぎじゃなかったからね <laughs> 今日来てくれた人ありがとうねめっちゃびっくりしたでしょ急だったから7日もねライブかりになってるもんねくマ、うん、ちゃんぜひ来てくださーい 3月はね主催とかもさっきも言ったけど主催とかもあるしぜひ楽しみにしていただければなと思いますああ花かゆいはい,はい、はい、ねえてかねこれかわいくないくらみちゃんのクッションもらったのこれかわいいでしょなんかほかにもあのハンカチとあとトートバッグと飾ってやるあとなんかエコバッグみたいなやつもらったありがとね超かわいいよいしょ お父さん「はるぴょん」って結構おっちょこちょいいやーどうなんだろうなんか昨日かな昨日その「お誕生日おめでとうので」の LINE で誰あかりちゃんかな天然って言われた抜けてるって言ったら天然って言ったのかな全然そんなことないと思う自分え挙動不審おっちょこちょいっていうかすごい「そり本当に当日ライブあるんか?」ってなってた私も私も思ってめっちゃ聞いてた。 これってなある,あるんですかないんですかみたいな <laughs> 主催さんがゆるゆるまで悩みしたのに詳しいそうなんだ確か情報弱者の略昨日も休日休日出勤だったりでマジでなんかめっちゃ大変じゃないなんかいつも働いてないですけトマンさんゆうくん春が一番可愛いよ決まった一番ってことは二番もいるんだ そんな耐えられないよ私一番 <laughs> 一番まぁ、あ、一番嬉しいんだけどなんかいつ二番にその追い越されるかっていう不安があるよね <laughs> すごい嬉しいけどクマちゃんそれ見た時ハルちゃんにはこれだろうって思ったありがとうこれめっちゃかわいいママにめっちゃいいなって言われたうらうらやましそうに見てた <laughs> 写真撮ってる時にねゆうくんやばすぎんかやば女でやば女でごめんね えー、えんええん私21歳になったばっかりなのに優しくしてくれないぴえん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 初見さんもぜひ気軽にコメントしててくださいあの当日あ今日誕生日当日なんでぜひあのおめでとうだけでもコメント残しててください <laughs> よろしくお願いします金座の青野担当黒崎春ですゆうくん残念ながら脅かす子脅かす子はいません出てくれて思いりません ありがとうございます。よかった。お父さん、ピエンの歌、あそうであるんだよ、本当に。に。私、今ね、すごいね、あの、牛乳を注ぐ女みたいなのがね、ずっと頭流れてるの、知ってるみんな。くまちゃん、一番赤莉にね、それは知ってます。それは、もう、とっくの通りに知ってる。なんかね、<laughs> これ、これ言っていいのかななんか、あの、まあ、 初期と比べてその好きが増すのってすごい分かるんだけどなんかデリデリだよねクマちゃんかいちゃんに好きやったもさんダイキャストああ読めないかなかな型会社の CAM 班なんて多分こんなもんめっちゃ大変そう春休みとか夏休みない夏休みもあるか仕事してる人はね休みの日がいっぱいかまってねはるちゃんに 今日はこのあとはブロアメブロ書くの忘れてたアメブロ書いてお風呂入って FX して寝る <laughs> デレデレのつ,つもりはないのだがクマちゃんほんとにいやそれが普通なのかないいくんここだけ <laughs> ここだけの話水ライブ待ってる時の顔やばかったです小声じゃないよねもう書いてる時点でなんで嬉れしそうだったってこといいじゃんかわいくない トモくんさんには勝てないな <laughs> 勝てないなって言ってよくまちゃんトモに大丈夫今日は疲れてるんだから早く寝ない、ね、寝る今日さあのあとあのあとじゃねえやそのじゃないわああ本当に言葉遣いよくないあの夜そのみんなが「おめでとう」って言ってくれててめっちゃタイムライン見てたのピピピピってで途中で寝落ちしちゃって なんか押せてない人いたんだけどちゃんと押したあのみんなの見て回ったんだけどさもしなんか押されてなかったら教していいね一応見たつもりなんだけど全員かんちゃん俺そんななのか <laughs> らしいよなんか水ライブ待ってる時の顔がやばかったらしいなんかいいねみんな,なんかいいないいことだよテンション上がって店の窓ガラス叩いてもさ嘘嘘嘘じゃん やばいでしょ。水の物ガラス叩いてたらちょっとやばいよね、さすがに。まあ、あの見てる方は面白いけど、だいぶ。でも、実際やられる、そのお店側の立場、めちゃめちゃ怖いと思う。あのですね、下北沢、ちょっと遠いんですよね、自分。もうちょっと近いところで <laughs> やってもろって。月が止まらないクマちゃん、いいことだ 溢れていこうちゃんと好きって言ってる赤いちゃんに大好きだよってやっぱね推しがいる皆さんぜひ推しさんにちゃんと好きを伝えましょうまい、あ、てるかもしれないけどすでにかわいい寝てるのよちよち寝てるんだにあどうしようかなやっぱこうだなこれを一生そばにいるからよいしょりくん好きですあ え、これ誰かちょっとスクショしてスクショ。かまちゃん最近チャート行ってる。いいことじゃん。<laughs> え、めっちゃいいよ。あかちゃん喜んでるお父さすきっていうの恥ずかしいじゃん。恥ずかしいの <laughs> なんでたぶんアーカイブ見てるけど、サプライズ引き映像じゃないのないのか全体見たくた。え、どうなってんの一体全体 <laughs>。私さ、ほら、あの、見れないからさ、それ。 超見たいんんだけどどうなってんのそれ私の泣き顔だけ映ってるとこじゃないよねまさかあスケタマンさん推しとして君を愛してるありがとう愛してるいただきましたありがとうカヤさん推しに好き何そのな,なんかお寿司好きみたいなのになってるけど大丈夫推しに好きってはるちゃんにちゃんと好きって伝えてくださいカヤネクさ、ま、んはなかなん録画してる録画してるははははこれ地面とこれち面してないコメントめしっかりやれるよね読めるよね よかった、ね、ゆうくん全国にこれを発信できるねつけたもさ出れてるの出れちゃってそんなありがとうやっぱりね1年でねほんとにねなんかいろんなことがあったからね成長したあこうやって語るの私恥ずかしいからアメブロに書くわかまちゃんさっきみんなで好きだよってありがとういいことだ <laughs> 黒猫さんは寿司なのかなはるちゃんが寿司ってこと そういういこともしかしてはるちゃんのことすしあっおっとさんでは初めて言います好きですやったーありがとうおっとさん初めて言われたいつもさ恥ずかしいって言ってたのにありがとうやっぱ誕生日だからみんな甘やかしてくれるんだうりち私は明日も誕生日がいい好きとまずは面と向かって言うのも非常に困難いやいつか面と向かって言ってもろて金子さんはるちゃん のこと寿司です寿司ですじゃないんだよ寿司は私も好きだよ友おちさ <laughs> はるちゃんアップやからびっくりしてるの普通にわかる <laughs> もう声出たもびっくりしてマジって思ってなんか最初めっちゃあの真剣だからさ私おちたの時 <laughs> だから全然気づかなかったのでもなんか隣のみーたんがすごいなんか手を前に出してくるのえ って思って見たらなんかす,すびっくりしちゃったそうびっくりしたほ当ににしかも,しかもトナパラのさトナパラさいつもねいつもゆりちゃんと2人で歌うとこあるじゃんあの 最後の最後でくつがえるような切り札さらけ出せでベッドからさゆりちゃんも一緒に歌ってくれるのなんか今日歌ってくれなくて歌ってくれなかったってうそういうサプライズなんだけどびっくりしてちょっとチラッと見ちゃったのやっぱマイク入ってないのかなと思ってえどうしようと思って私のマイクで一緒に歌う,うと思ってめっちゃ焦ったのあれでもなんかあの歌ってないだけでしたあれ <laughs> 超びっくりした 毎日日誕生日すぐ年越されるああそうだ年越さなきゃいけないのかやめとこう365歳になっちゃうすぐくまちゃん360人誕生日にしよういやぜひしたいでも年は取りたくない全然 <laughs> かなくさん直接でも関節でも言えんのよなんで恥ずかしがりなの意外と恥ずかしがり屋さんが多いですねあみんな今日も話ありがとねいっぱい <music> ゆうか明日からまたテレアのお宅に戻ります今日はテレアじゃないみたいないやいいや全然戻んなくて大丈夫でかまちゃん永遠の3歳だから大丈夫確かに3歳だからねそうなんだよ一応あそう明日から誕生日にしよう毎日ハッピーバースデー自分っていつも言いながら起きるわあー 寝たらまたさ花粉でくしゃみがくしゃみがさ止まんなくなるのどうすればいいんだろうでも今日はかまちゃんにもらったやつを顔にめちゃめちゃぶっかけてあの寝たいと思います <laughs> えなんか倒れてんじゃんびっくりしたおおダメだよちゃんと座ってなさいまったく悪い子なんだからよいしょ 21歳と何日って言えば年は増えないこれでえ確かにえ今日21歳と0日ってこと明日から1あれお父さん夜中くしゃみで起きない起きるよ起きる起きる眠りが浅いとて起きるなんかそう出てハクションって言って3秒ぐらいして起きてあまたかと思って頑張って寝ようとする。 寝れる時と寝れない時があるんだよ。なぜか大変なんだよ。これ見極めがもう寝れない時はあのもう寝れないなって。トゥームラストっていうね。アプリをやってる。なんか最近パズルなんか消してく。同じ色のこ。なんかその四角を消してくっていう。アプリを昨日から始めて。一昨日昨日から始めて。 ママたち全員やってるから早くレベル追い越そうと思って私ね今レベル70くらいなの80かなもうあれ90かな70くらいなんだけどママ,ママさ1300なのレベル絶対落ち着けるわけないけど私は頑張ってみようと思う寝不足じゃん大変やねお父さんいや頑張るいやなんかねでもなんだかんだとさお昼とかまでさ起きちゃううんあお昼も寝ちゃうからさ なんか睡眠時間的には足りてるんだろうけどやっぱり夜寝るのが一番いいゆうくんチューブラストやってるのか何ダメなの私がやってっちゃかまちゃん2020 20歳って366日あそっかありがとうなるほどねあそっか0日じゃダメかスケットマンさんにやってチューブラストなんでスケットマンさもみんなやってるっていうチューブラストどうよ今なれ目私もう結構いい感じだよ <laughs> なとこにカメラで入ったたまにやってて530583だから抜かれないようにしよういや私毎日も毎日レベル20ずつぐらい上げてるから上げる予定だからすぐ追いついちゃう大丈夫時間ある時一緒やってるからなんかね準備とかしないでやってるから遅れちゃうんだよね遅れないようにしてる頑張ってなんか基本一回 そのものをやりだすとずっと止まんなくてゆうくんはるまま抜きますやばいじゃんパパがね800ぐらい600か800ぐらいかな確かどっちか忘れちゃったけど1300いけるつけたまさんみインストラホントいや意外とハマるよ <laughs> なんかね隙間時間にめっちゃやっちゃう最初は楽しいんだよペペペ,ペペペペってレベル上がるからもうねちょっと最近悩んでるめっちゃ 課金しようかなって思ったけどこれに課金するなら私はジュースを飲みたいと思ってしてないあ間違えた皆さんお元気でしょうか初見さんも気軽にコメントしてってくださいよろしくお願いします金字の青森担当黒崎春です友推しがやってるアプリをやるのに忙しいですディズニーのやつ ん,くんはれままって、てお嬢さんを僕にってやろう絶対できないでしょチ <laughs> ューブラストで何レベルがママを超すと私がお嫁さんあお嫁さんって言ってないわお嬢さんを僕にってどういうことくださいってことじゃないのこれあの1800あれ1300を超えると私がお嬢さんになるってこと やゆうあ今覚え思い出した w i ズ l i v e で言うの忘れてたけどプレゼント送った多分今週に届くともう当にありがとうやゆうありがとね多分分からないけど送るのはめ来たら言うねありがとう酒玉さん仕事と一人暮らしと模型で忙しいですそっか一人暮らしは大変だよねとも即分かるのね <laughs> ウィズ Live の特典今来たああの y a ちょっと待っててね w i ズ l i v e の特典 これ終わったら送るマネージャーさんに書いて送ってなかったあいお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 いいいよあと四分か四分だけどみんな話そうね最近四十五分じゃなくてめっちゃ過ぎちゃうからねあお腹痛いててててオッケーオッケーオッケーゆく水づベルとシャメくるしよう忘れてていつもびっくりする結構びっくりしてる人多いね そうかなそろそろ覚えてゆうくんもビィズライブやるとあのビーズライブしてくれるとシャミがくるっていうえ突然送られてくんのあれドーンって <laughs> いやいいよ待ってますありがとう寝ちゃうかな大丈夫かなすぐ来るねよいしょカフェオレ飲みづらいんだけどこれどなんで見てよ これ美味しいよねこれカフェオレカフェオーレカプニミルク生乳の甘さが生きているだってあ中野ちゃん今いるさっきいたけど今いないかなもう、中野ちゃんに教えてもらったねあのヨーグルトのやつ飲んでるよゆうくん23日斜面遅れてきてベタンコかわいくて頭抱えてた男にドミスされて切れた <laughs> 頭抱えないで はるちゃんの前だけにしてひま <laughs> ちゃん前回忘れててなんだって思ったら結構やっぱ書いてないからねあの写名送れてきますってあれ最近書いてないよね気がするだから結構忘れてるんねあのありがとに教えてくれてヨーグルトのやつ今3日目ぐらい飲んでなんかよいよい緩和されてる気がするお父さんカフェオレ飲めないあれなんだっけ牛乳がダメなんだっけお父さん確かあれ違うっけ言ってなかったっけそんなこと前に言ってた気がする 甘い牛乳が好き。牛乳じゃない。カフェオレが好きなの、めっちゃ。ねえ、ねえ、聞いてよそういえばさ、飲み物で思い出したんだけどさ、スタバのさ、チョコのやつさ、チョコ <laughs>、あー、小やじいチョコのやつさ、飲めないわ、もうさ、ほうじいちゃんになってたの。超悲しくない今は桜じゃん超悲しいんだけど、本当に悲しい超楽しみにしてたのに終わってた。 いつの間にか期間限定のやつみんな飲んだ悔しすぎるんだけど3店舗ぐらいも3店舗なくてじゃあ違う日にしようって思ったらなかったのそう飲めませんそうだよな、ね、と先輩牛乳ねいいよいいよ夕方に寝ました多分昼まで寝れない今3時なんで仕事するのゲームだっけゲームするって言ったもうしたし終わったのかなかもちゃんライムの時は遅れて ライブの時を変えあっそれ以外の時のミスライブは特典ないから、ね、あそうなんだなんか難しいなゆうくんそれ仕事帰りに行ったら毎回売り切れてた <laughs> ね悲しいですてかくまちゃんにそうなんだとか言ったけど自分がやってるのなんで分かってないんだろうね自分が <laughs> 僕は配信終わったらケーキを食べるんですなん,だんでケーキはるちゃんのケーキってことはるちゃんの誕生日おめでとうのケーキツイッター載せてよ 自撮りでもいいよケーキ食べてるそしてねお父さん飲みたかったやつ終わっちゃったのねピエ m マックスそうもう悲しすぎる悲しい本当に悲しい本当に悲しいんだよわかるよこの悲しさってかったかくなってきたから顔が赤いすごいバイクがブワーンって言ってる おしめが誕生日だからねじゃあツイッター載せてねゆうくん楽しみかつさんお誕生日おめでとうありがとう久しぶりじゃんかちゃん元気なのありがとうね顔出してくれて超久々じゃんありがとうゆうくん自撮 <laughs> なんかさ朝起きたらさ朝起きたらお誕生日おめでとうって言ってさあのゆうくんの,あの写真4枚くらい送られてきてたんだけど <laughs> めっちゃ笑ったわ ど、どういうことと思って、なんか見間違いかなと思って、ちゃんと写真全部よ見たの。見間違いじゃなかった、全然。面白い。お兄ちゃんからおめでと連絡来た。来てないだってお兄ちゃん連絡先教えてくんないんだもん、私に。ごめんちゃん。そう。なんかボケナスはしつこいから嫌って言われる <laughs>。ゆうく、あれ完全にテロじゃん <laughs>。テロ、テロ起こされた。あ。 ともありがとうもう時間が早いありがとうね教えてくれていやいやゲーム終わったらこのあと9位のブログ翻訳したいしそして朝に予定があるから昼に寝ます。なるほどねじゃあちょっと待ってねアメフロー更新するねよし かばちゃん教えてもらえないわけさえそうそう教えてよって何かしつこく言ったんだけどボケの巣はしつこいから無理ってだってそんなしつこくない気がするんだけどなはいということで45分教えてくれてありがとうねともそろそろ締めたいと思います本日は、えー、黒崎さん生誕生誕,生誕じゃない誕生日当日でしたライブに来てくれた人もツイッターでお祝いしてくれた人も w i ズライブでお祝いしてくれた人も本当にありがとうございましたまた来年の誕生日期待だね くマちゃん、改めてお誕生日おめでとうだってありがとう中野ちゃん、お疲れ様でした。だってありがとうね、中野ちゃん。はい。えー、本日は、本日も45分間お付き合いいただきまして、ありがとうございました。また !5 日後にお会いしましょうしかとまさんひでえな、まあ、それもね、愛情表現の意思だから。くマちゃん、つはねさま、ありがとうトムもお誕生日しあ、お誕生日幸せ。噛みしめて寝てね、おめでとうだってありがとう噛みしめる もぐもぐ。ゆうくん、おつね。今日会えてよかった。楽しい一年しようね。一緒に一年、楽しい一年しようねゆうくん。ありがとう。石井さん、お疲れ様だでて、ありがとう。最後まで言ってくれて、ありがとうね。やゆ、お疲れ様来年一緒にお祝いしようね。ねそうだね。早く収まってほしい、こんな。ありがとうね、やゆ。おつさん、して、ね、ありがとうね。いい年になりがとう。今年は、マジ、はちゃめちゃ、はちゃめちゃ、スーパー、スーパー、デラックスいい年になりますように。 はい。ということで、45分間お付き合いいただきました。ありがとうございました。また5日後にお会いしましょう。ありがとうね。